はい、皆さんどうも、アスベストでございます。久々にトーク系の動画を出すんですけれども、今日のテーマはですね、FSL トライアウトの、PR 動画を、見て、それを受けての、まあ、思ったこととかになるんですけれども、まず最初に言っておきます、これは。まあ、はっきり言ってですね、好きか嫌いかで言ったら、申し訳ないですけど、僕は嫌いです。正直 PR 動画を見て、僕は胸が悪くなりました、とても。で、その理由というのは、まあ、皆さんが、まあ、皆さんというか、FSL トライアウトってどうなのってどちらかっていうと、その反対派の意見を持ってる方々が、もう散々ツイートとか、で思いを語ってくださっていて、でそれと僕も概ね同じ、気持ちなので、あえてここでは語らないです。なんですが、で今回まあ、嫌だよねっていう話をしたくてこの動画を撮ってるわけじゃなくて、ちょっと視点を変えてみようかなって思っていて、要するに、FSL トライアウトって、そんなに、ヒップホップシーンに対してメリットがないのっていうところと、FSL トライアウトって、本当にヒップホップの文化に、なんか、逆行してるのみたいなところを、あえて、肯定する立場で、ちょっと考えてみようかなと思って、この動画を撮ってますって、まあ、なんでわざわざそんなことするのかっていうとだね、あんまりこう、一方的だと、それもそれであんまり見てて気持ちよくないんで、こういう考え方もできるよっていう。だから、繰り返し言うけど、ほんと正社員くん、申し訳ない、関わってる正社員くん、申し訳ないけれども、俺は嫌いと、これからいい話をするから許してくれ。で、FSL トライアウトがね、シーンに対して、益がないのかっていう、メリットがないのかっていうと、すっげえメリットはあると思ってる。まあ、シーンに対してっていうかね、もっと広い視点で見ても、あれは意味があるものだと思っていて、で、まあ、まずですね、ビジネスにならないとできないことってあったりするんですよ。要はいろんな人が集まって、お金がいっぱい集まって、そうじゃないと実現できないものっていうのが何個かあって、で、それによってさ、まあ、そのお金が回ればシーンが潤うみたいな話もあるんだけれども、わかりやすく一つ例を挙げるとさ、FSL トライアウトに出てね、有名になったりとか、夢を掴んだりっていうことができる人たちが、まあ、今後出てくる可能性はあると思うんだ、全然。人生一発逆転のチャンスを得る人っていうのはいると思っていて、ただ、それってさ、うちまでこじんまりとやっててもしょうがなくて、要は、ショービズとして、ものすごい注目度があって、それなりにお金も回っててっていう状態でそれをやらないとさ、人生一発逆転のチャンスにならないわけよ。で、そういう意味では、コンテンツの企画立てっていうのは、ものすごく、正直100点満点の企画なんですよ。まず人間って、人間同士がね、喧嘩してるの大好きなんですよ。で、それをベースにね、ブレイキングダウンっていう前例があるわけじゃん。要はベースがあります、前例、うまくいった前例があります、その前例を踏襲しますと。で、その前例っていうのは、MC バトルってものとものすごく親和性が高いでしょ。MC バトルを使って、なんか世の中の注目度をすごいマックスまで高める、コンテンツを練りなさいと、手段は問いませんっていうテストがあったら、あれは満点の回答なんですよ。うん。で、それよし悪しを置いといてね。で、でも満点の状態だから実現できることってのがあって、それがさっき言ったような、あれをきっかけにして夢を掴んだり、有名になったり、人生を一発逆転できる人たちが出てくる可能性っていうところ。PR 動画の中でも言ってたけどさ、まあ、明日なき、なんだっけ、ならず者たちだっけ。まあ、本当にでも、明日なきならず者たちが集まって、そのチャンスを掴むきっかけみたいになるのであれば、それはすごい意義があることだと思っていて、まあ、なんでかっていうとさ、明日なきならず者ってさ、まあ、今回は初回だったから、ああいう企画の趣旨をよく理解できずに純粋な若い子たちが言って、なんだよこれって思っちゃったのさ、すげえかわいそうだと思うんだけど、今後はそういうことないわけじゃん。マジで明日なきならず者たちが集まる大会になるわけじゃんか。で、その明日なきならず者たちがね、なんで、に夢を与えなきゃいけないのかっていうと、明日なきならず者を放っておくとですね、本当にならず者になっちゃうんですよ。本当にね、反射とかに入っちゃうかもしれないじゃん。もうどうにもならなくなったらさ、最近流行りのさ、ジョーカー状態のテロとか起こすかもしれんやん。だから、人生逆転のチャンスってやっぱあった方がいいし、で、しかも、いろんなバリエーションの一発逆転があった方がいいの。なんでかっていうとさ、例えば生活法があるじゃんとかさ、もっとロングスタイル、正当な王道の逆転の方法もあるじゃんって言っても、そっちに行けない人、行ける人ばっかじゃないから。行けない人だっていっぱいいるわけよ。ね、猛勉強して東大系いいじゃんって、いや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 、無理だからっていうさ、こう逆転できるチャンスっていうのは、あった方が世の中的には絶対いいんですよ。うん、で、まあ、ある意味それってすごいヒップホップ的でもあるしね。うん、だから、意義があるかないかで言ったら、あれはある大会だと思うし、その意義をマックス、目的を達成するための、効果を最大化するための企画としては、企画はもう満点、言うことがない、このない完璧な企画だなと思いますよ。ただ僕は嫌いですけどね。まあだから意義はあるっていうのは、まあ、ある言って分かってもらえたと思う。ビジネス的な観点でも意味があるし、その人々を救済するっていう意味でも意味があるし、それはある意味ヒップホップ的でもあると。です。あとさ、もう一つ意義があって、あれってさ、良くも悪くも、好き嫌いがめっちゃ分かれるコンテンツじゃんか。要は激物じゃんか。劇薬。で、ああいう劇薬がさ、こう、シーンにバンって投下された時にさ、何が起こるかっていうとさ、シーンがこう、あれはありだなしだっていうさ、こう、わーってなるわけですよ。で、これって、ある意味でビジネスチャンスでもあってさ、例えば、まあ、
FSL に関わったりとか、あれに参加して有名になったりとかっていう人は、まあ、わかりやすくダイレクトに恩恵を受けるけど、あれに対して反対側の人も恩恵を受けることは可能で、なんでかっていうと、FSL トライアウトなんか嫌いだっていう人たちがいるわけじゃん。俺も含めていっぱい。で、例えばある程度名のあるラッパーとかがさ、俺は FSL トライアウトなんか断固認めねえぞって、あんなもんヒップホップじゃねえっていうことによってさ、俺たちはさ、その人ファンになる可能性があるわけだよ。だから、ある種のマーケティングだよ。マーケティングとかブランディングの、その手段になるわけですよ。機会になるわけです。なのかな。そういうビジネスチャンスっていうのは、ああいうちょっと過激な、劇薬的なものがシーンに投下されないとなかなか起きないんですよね。そういう意味でも、シーンに対して、害ばかりではないし、メリットっていうのはしっかり落とす大会なんじゃないかなって、だと僕は思います。じゃあ今度もう一個ね、じゃあヒップホップのカルチャーっていうものに対してどうなんだと。で、よく使われる文脈がね、こうヒップホップって暴力を否定してきたカルチャーじゃんっていうさ。それが暴力を助長するね、コンテンツをやっていいのかっていう意見があると思うんです。で、それに関しては僕も本当そう思うんですが、しかしながらですね、暴力を否定する、要は暴力の代替として生まれた MC バトルだったり、ダンスバトルだったりとかっていうことを指して言ってるんだろうけど、その暴力の否定っていうのもさ、まあ、ある意味、どこと比べてっていう話、視点が結構大事であって、さっきも言ったけれども、明日なきならず者たちはさ、下手したら本当に暴力の世界で生きていくしかなくなってしまうかもしれない人たちもいるのよ。で、そういう人たちに、が FSL トライアウトに出ると。で、FSL トライアウト上で行われてる暴力なんてさ、可愛いもんなんだよ。演出としての暴力だから、あんなもんは。だから本物の暴力の世界で生きていきかねない人たちが、演出としての暴力の世界で生きていけるんだったら、それって暴力の否定っていう意味では、ヒップホップ的な役割めっちゃ果たしてんじゃんっていう見方ができるっていう話。言っちゃえば MC バトルだってさ、世間の人から見たらさ、すごい悪趣味だなってさ、思われると思うよ。だってめっちゃくちゃ喧嘩じゃん。俺もその見てて嫌な気持ちになる試合とかってやっぱいっぱいあったし、バトルだからってそんなことまで言っていいのかよって思う心配っていっぱいあったし、でもそれって銃とかってパンパン撃ち合ってたり、なんでぶっ刺し合ってるのよりは相対的にマシだから存在意義があるっていうことになってるわけであってさ。じゃあどこと比べるかなんですよ。で、そうそう、暴力と遠い世界で生きてきた人には、ピンとこないかもわからんが、その一歩を間違えたら、本物の暴力の世界で生きて、行かなきゃいけないっていう人たちの視点に立ってみれば、 FSL トライアウトでその人生を変えるきっかけを掴んだと。で、まあ、ずっと演出の暴力の世界で生きていかなきゃいけないかって言ったら、それは一概にはそうじゃないからさ、それをきっかけにまたね、そのもっと日の当たる世界に行く人だっているかもしれないし、まあ、そういう意味で言えば、その FSL トライアウトっていうのは側だけ見れば暴力を助長しているように見えるかもしれないけど、実はそうじゃなくって、その暴力もっとバイオレンスなところに行きかねなかった人たちを非バイオレンスの世界にこう拾い上げるっていう意味でヒップホップ的な役割を成しているという方もできるんですよ。我ながらめっちゃ強引なこと言ってるなとは思うんですが、これって結構その繰り返されてきたことっていうか、なんつうのかな、例えばあれ子供に見せられないみたいなこという意見も見受けたんですけど、正直例えばさ、昔のさ日本語ラップとかもさ、まあガキの頃から聞いてたけど、まあ俺が親だったら聞かせたくないものだったと思うのよ。俺たちはもういいよ、あれがかっこいい音楽だって分かってるから、自分の子供にだってさ、まあそんなガキの頃は聞かせないかもしれないけど、別に聞いててダメだよとは言わんけどさ、当時の親の世代から見たらさ、どうだいと、ものすごく暴力的で下品で犯罪を助長するような歌詞ではなかったかいっていうね、そういうもんなんですよ。ああいうものって言って必要なんですよ、いつの世も。誰の味方ってわけじゃないんですよ、物の味方って話なんです、これは。なのでね、正直僕もすっごい嫌な気持ちになって、ほんと嫌な気持ちになったのマジで。で、どうしたらいいんだろうって思ってたんだけど、皆さんが、俺が思っていることを、俺の気持ちを代弁してくれって言うと、どこ目線で、ただみんな自分の意見を好きに言っただけだと思うんですけど、皆さんが僕と同じ気持ちでいてくれるっていうので、僕はすごく安心したし、それによってめちゃめちゃ頭が冷えたんですよ。冷静になれたんです。冷静になった結果、いやでも、まあ、なんていうんですかね、どんなものでもさ、100% の善もないし、100% の悪もないので、まあ、ちょっと、こういう話をさせていただいた次第ですと。まあ究極ね、みんな嫌なものは見なきゃいいし、別に今ヒップホップシーンってすごいめっちゃ売れてるかっこいいアーティストがいるからさ、 FSL トライアウトっていうワンコンテンツがにってさ、ヒップホップカルチャー全体が認識がこうどうのこうのってはならんと思うし、まあ好きにみんな自分の好きなことをやっていくのが精神衛生的に良いのではないでしょうかっていうところでね、はい、はい、まあ、誰の味方ではなく物の味方ということで、アスベスト語らせていただきました。ご清聴いただきありがとうございました。